ウェブブラウザで Adobe Firefly ベータ版にアクセスします。トップページには現在テキストトゥイメージ、テキストエフェクツ、リカラーベクターズという画像生成のお試しメニューが用意されています。ここではテキストトゥイメージを試してみましょう。ジェネレーターをクリックします。するとこれまで生成されたイメージギャラリーが表示されます。近いイメージ、プロンプトからスタートすることもできますが、ここではテキスト入力を試してみます。テキストは英語のみです。生成したい画像の説明を入力するようですが、ここではキーワードを入力します。フォレスト、ミスト、デカダン。画像生成の開始はジェネレーターをクリックするだけです。すると画像生成が始まります。ハイハイ的な森の画像が4パターン生成されました。初期画面では縦横比率にスクエア1対1正方形が設定されています。その他の縦横比率にはランドスケープ4対3横長、ロートレート3対4縦長、ワイドスクリーン16対9テレビの画面サイズがあります。ここではワイドスクリーンを設定します。コンテンツタイプは大まかな作風の種類です。すでにアートが選ばれていますが、変更することも可能です。ナン、コンテンツタイプが適用されません。フォト、写実的で緻密な表現方法が取られます。グラフィック、平面的で簡潔な表現方法が取られます。アート、抽象的で乱雑な表現方法が取られます。その他のオプションは任意で追加します。スタイルは様々な効果のプリセットです。ここではポピュラーのパレットナイフを選択します。カラー&トーンにはミューティードカラーを選択します。ライティングにはドラマチックライティングを選択します。コンポジションにはワイドアングルを選択します。その他のオプションが設定できました。
ハイハイ的な森に新しい被写体を追加しましょう。キャッスルズ、ジャイアントツリーズ、ジェネレーターをクリックします。ハイハイ的な森に城と巨木が追加されました。陰影に展開されるようなキーワードを追加してみましょう。ルーツ、モス、ファーンズ、ジェネレーターをクリックします。陰影は追加されましたが、城が目立たなくなりました。キーワードの順序を変えてみましょう。ジェネレーターをクリックします。城が目立つようになりました。イメージに近いものがない場合はリフレッシュをクリックします。イメージに近いものがある場合は、ショーシミラーをクリックします。すると、他の3枚がリフレッシュされます。これらの操作を繰り返して、画像生成を完了します。生成したイメージをプロンプトとして保存する場合は、フェイバリッツをクリックします。保存したプロンプトはフェイバリッツページで閲覧することができます。生成中のイメージはファイヤーフライギャラリーに投稿することもできます。ダウンロードをクリックします。コンティニューをクリックします。イメージがダウンロードされました。